はい、皆さんこんばんは。いや、今日はですね、待ちに待ったついにエブロさんの商品が来ましたということでですね、早速動画を回しているわけなんでございますけれども、今回はですね、大量入荷ということで、3点商品が入ってきたんで、3つねちょっと紹介していこうと思うんですけれども、まず最初にこちらですね。まずスーパー GT のマシンからです。2018年の GT564 号車ですね。エプソンモデューロ NSX GT。 はい、続きましてがこちらです。こちらも GT マシンですね。2020年の GT300 シリーズのシリーズチャンピオンモデルですね。リアライズの日産自動車大学校 GTR で、続きましてがこちらがですね、ニュルを走りました2019年のニュル24時間耐久レースを走りましたスバル WRX STI。 こちら3台をね詳しく紹介していきたいと思います。箱から出してみました。こちらエプソンモデューロ NSX GT2018 年のモデルです。ドライバーはベルトランバケット選手、松浦康介選手のお二人です。まあ、この2018年はですね、コンセプト名義が外れた2年目ということで、結構ホンダ的にも活躍しましたね。ホンダ8戦中4勝し、2018年はホンダがチャンピオンを取った年、そんな思い出深い年でもありましたね。こちらフロントビューになります。現行の GT500 車両ではデザインラインというのが決まっていて、まあ、デザインライン、つまりエアロをいじれる場所というのが決まっているんですけれども、フロントでいうところであれば、このグリルから下のこの部分ですね、ここがエアロがいじれる場所でもあるんですけども、このフロントでは2017年モデル、そしてちょっと変更点がありまして、この下のお分かりですね、この今まではこの市販車と同様のラインが入ってたところがなくなりまして、開口部分が拡大したっていうのが特徴でもあるんですけど、ここ再現してありますね。はい、続きましてボディサイドに移ってまいりました。まあ、このサイドといえばですね、 GT500 マシン一番の見どころはこのラテラルダクトなんですけれども、こちら先ほど述べた通りですね、現行の GT500 マシンはエアロの開発というのが、場所が制限されております。サイドでいうとこのセンターホイールの、直線で結んだところの下側ですね、こちら黒くなっているところ、こちらが、エアロの開発が許されているところなんです。まあ、こちらですね、素材としてはモデルとしてはダイキャストモデルなんですけれども、こちらの黒いところは ABS という樹脂を使ってやっております。こちらですね、 ABS 樹脂、金属金型ながら、再現というのは非常に難しいんですけれども、こういった細かいスリットでしたり、はい、こういうカナードフィンとかですね、こういったパーツもしっかり抜かりなく再現されているというところが分かると思います。はい、続きましてはリアビューでございます。まあ、この大きいリアウィングだったりとかエキゾーストだったり、大迫力のパーツもあるのがね分かると思うんですけれども、こちらリアの細かいところにでもですね、2018年モデルの特徴でもあるところがねしっかり再現されているんです。それがこちらですね、ここなんですけど、分かりますかね、リアフェンダーのロアとも呼ばれている場所なんですけども、ここですね、ここの部分です。もうなんとね、内側にこう丸く入り込んでいってるのお分かりでしょうか。これがね2018年モデルの特徴でもあって、17年はこういう仕様じゃなかったんですね。こういったところも細かいところがしっかり再現されています。はい、続きましては全体像を見ていきたいと思います。まず上からなんですけれども、まあ、これ見てわかるのがですね、メインスポンサーでもあるエプソン、このエプソンが2018年をもって最後だったと、まあ、エプソン最終年というマシンでありました。このエプソンカラーのね、中島レーシングでも代表でもあるこの白のカラーリングにエプソンカラーの青、このバランスのね綺麗なかっこいいカラーリングが最高でしたね。このカラーリングもですね、中島レーシングさんはカラーリングコンテストというのを毎年、やっておりまして、ですがこの2018年を最後にこのカラーリングコンテストももう行われることがなくなったということで、この一般公募にて、募ったカラーリングというのはこの年が最後ということになったモデルであります。はい、続きましては2車種目でございます。リアライズ日産自動車大学校 GTR、2020年のチャンピオン仕様のマシンなんですが、こちらはですねチャンピオン仕様ということもありまして、外箱ですね、金色で特別パッケージという風になっております。こちらがまず特徴ですね。まずはフロントになります。こちらチャンピオン仕様ということもありまして、チャンピオンを獲得したドライバーお二人のですね、サインボードがついてきております。こちら藤波清人選手、ジャオパオロでオリベイラ選手の、サインですね。こちらボードがついてきております。で、続きましてはフロント GTR の、顔ですね。こちらのモデルはまずダイキャスト製というふうになっております。でですね、こちらのグリル
でしたり、金網戸、細かいパーツなどは ABS で再現されております。続きましてはボディサイドになります。こちらですね、ボディサイドちょっとね見ていただきたい細かくねいいポイントがあるので、まず紹介していきたいのがですね、じゃあフロントタイヤのちょっと後ろのこちらですね、こちらスリットが細かく入っているんですよ。下は、シャシーの方はですね ABS 樹脂で、上がダイキャスト金属なんですけれども、こちらどんどんね上に向かっていくんですよね。どんどん細くなっていくね、この感覚感じといいますか、こういったところも四角再現されているんですね。で続きましてがこちらエキゾーストパイプの周りのこの銀色のプレートですね。こちらなんとエッチングパーツ、こういった細かいところも再現されています。リアビューです、まあ、GTR といったらこの4連灯のブレーキランプ、これも特徴的なんですけれども、さらにそれよりちょっと細かくてすごいポイントがあるんですけれども、こちらですねリアウィングステー、これ見てください、すんごい細くないですか。こちらですねレースを振り返っていきたいと思うんですけれども、このリアライズ2020年シーズン結構序盤戦からですね結構好調でして、まあなんと最終戦でポイントランキングトップで、富士に乗り込んだわけですね。ただ予選順位は、7位とちょっと一瞬あれって思ったところもあったんですけど、その後後半にレース後半で JP オリベイラ選手なんと怒涛の追撃で、2位まで浮上、そしてチャンピオンをものにするという熱い走りにね僕ちょっと感動したのを覚えております。そしてなんとあの藤波選手オリベイラ選手にとっても GT 初の、チャンピオンを獲得した、そんな記念すべきマシンでもあります。はい、続きましてこちら3代目です。スバル WRX-STI、ニュルブルクリンク24時間レース2019年走りました、マシンでございます。まあ、こちらはですねドイツ西部で、毎年のように開催されている、まあ、世界で最も大きく過酷なあのニュルブルクリンクで開催されている24時間耐久レースを、ね、見事完走、そしてクラス優勝を遂げたマシンであります。はい、まずはフロントからですね、この WRX-STI 2019年仕様になりまして、カラーリングはちょっと変わりましたね。以前はあのメタリックのブルーだった印象だったんですけど、今回はマット塗装の青、まあ、これ実写の、実写がねマットの青にこの2019年からなりました。それ同様ですね。そしてちょっとフロントでね細かいパーツが、パーツといいますかエアロパーツですね、再現している箇所があるんですけれども、こちら見てください、フロントフェンダーの上ちょっとギザギザしたパーツ、お分かりでしょうか。それこういうとこ細かい再現いいですね。ボディサイドです。まあこのね、僕が好きなのはねあのニュルのねこのゼッケンなんですよ、ね、このゼッケン見るとねちょっとね興奮する24時間をね思い出しちゃうんですけれども、このサイドですとね、まあ、見てください、このホイールのねスポークの細さの再現が、表現具合がすごいんですよ。そして中のねこのブレーキディスクにブレーキパッド、しっかりこれも確認することできますね。リアビューです。こちらも細かく再現されておるのが分かると思うんですけれども、まずはこちらですね、リアウィングステー、すごい細いんですよ、細くて細かい表現、ちょっとでも触れたら、ね、折れちゃいそうなぐらい細かい表現ですね。これはすごいです。で続きましてはこちらチェインフック、こういうところもしっかり再現してます。さらにはですねこのリアタイヤのちょっと後ろのこのリアフェンダーに向けてのこの二段構造のエアロですね、これすごいです、まるで実写のような感じですよ。こちら実際のレースのお話をしますとですね、まあニュルブルクリンク24時間レース、まあ、先ほども言いましたけど世界で最もこう過酷なレースと言われておりますね。ニュルブルクリンクはこのグランプリコースと北コースって2種類あって、この北コースはねまあ、ノルドシュライフェ、まあ、ザ・グリーンヘル、緑の地獄とも呼ばれるぐらい相当過酷で大変なサーキットなんですけど、この2019年の、スバル WRX-STI はなんと24時間、まあ、多少の接触はあったにしてもノートラブルで走り切りまして、なんと6度目の、SP3T クラス優勝を成し遂げた、そんなモデルでもあります。はい、ということで今回はですね、エブロの商品を、紹介していきましたけども、まあ、いかがだったでしょうか。久々にですね、まあ、スーパー GT のマシン、さらに GT500 の、マシンが入ってきたということで、やはりね、皆さんもテンション上がったんじゃないでしょうか。さらにですね、スーパー GT といえば、今年2022年からですね、名車フェアリー Z、
2007年ぶりに復活するということで、ますます GT からちょっと目が離せないんじゃないかなというふうに思いました。まあ、こんな感じでね、今日の動画は終わりにしようと思いますので、また、次回もね、楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは、バイバイ。